オレンジプレイヤーか。あんた誰？それはこっちのセリフだ。攻略組を苦しめたフロアボスがなぜここに。なんとか巻いたと思ったんだけど、やるしかないか。なあそこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち何か勘違いしてないか。あんたどうして。俺だけで受け止められるということは、70こそよりパラメーターが弱く設定されているな。だが安易に逃がしてくれるような相手ではないし。そこの君、少しは戦えるんだろう。何を。こいつを倒すまで一時休戦しないか。なんで私があんたなんかと。こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの。後ろから切り。君、それならこいつを倒すしかない。ついでに。わかった、今だ。サンキュー。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でもステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったらとても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としてはできればしたくないんだけど、その、やっぱり君と戦わなきゃいけないのか。俺が何かしてたら謝る。本当にあいつらの仲間じゃないの。あいつらって誰のことだよ。どうやら本当みたいね。でもあんた。ああ、
オレンジだな。それを見て何とも思わない。なんで気にはなっていたけど。まあそれと聞いたら答えてくれるのか。いいわ。私、人を殺したの。そういうこと。だから、私に関わらない方がいい。それじゃ、さよなら。さっきは助けてくれて、ありがとう。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ？それは分かった。ただ、もう一つだけ聞きたい。教えてくれ。ここは一体どこなんだ？ SAO の中、ということは間違いないだろうけど。分からない。私は一ヶ月前に、ここに飛ばされたんだけど、生き残るのに精一杯で、ほとんど探索できていないから。1ヶ月前？まさかクリスタル向こうエリアか。で、あれ使えるじゃないか。ここの階層はわからなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。転移結晶がないのなら俺のをあげようか。いくつかを持ってきているから。遠慮する。君は。フォローエリアデータ、アクセス制限が解除されました。なんだ今のは。あんた、それ。え？その手に浮かんでいる文様は。いつの間にこんなものが。さっきまではなかったのに。さっきのアクセス制限がどうのっていうアナウンスと関係があるのか。あんた、一体何者？どういう意味だよ。それより、ここは一体どこ？あ、いや、ここは一体何なんだ？私も、よくは知らないけど。ねえ、その手、よく見せてくれない？え？一体何を？やっぱり同じ。同じって何が？これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば何かわかるかもしれないな。他に手がかりもないし、行ってみるよ。その、もし君が良ければだけど、そこへ連れて行ってくれないかな。別に構わない。でも、そんな簡単にオレンジ、いえ、レッドを信じていいの？確かに、カーソルがオレンジってのは気になるけど。
でもスカルリーパーと戦った時だって協力してくれただろ。それはそうだけど、SAO の中で一緒に命がけの戦いをしたんだ。それだけで十分信用に値するよ。俺はキリト。君は？フィリア。フィリアか。よろしく。よっぽどのお人よしか、よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄と言うべきかしら。さあ、案内するわ。行きましょう。Yeah!
るチャンスだ。これでどうだ。このフィールドは一体何なんだ。階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア。あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。カイロー結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただその手に浮かんでいる文様、フィリオにはないんだな。というか、ここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか。ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。分かった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか？入れないの。でもあんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンス。規定の時間、適性テスト。おいフィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適性テスト
とか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。ん？なんか言ったか？なんでも。とはいえ、俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから。一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。
チャンスだ。これでどうだ。スキルチャンスだ。クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。ん？承認フェーズ？また出た、このアナウンス。ねえ、どうしたの？あ、いや、ごめん。ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェーズだとか、気になる単語が出てきたから。それで、何かわかっ…いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。
なんだよ、不満そうな顔をして。だって、私がずっと調べてても、わからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら、悔しいに決まってるでしょ。いや、まだ解いたわけじゃないけど。ああ、これじゃトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ、自称だけど、SAO には職業ってないし。モンスターと戦ったり、クエストクリアしたりするより。ダンジョンに潜って、お宝を見つける方が、私には向いてると思ってるから。それが、生き残るために重要なアイテムであること多いしね。だからトレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか。ソロでの戦闘はただでさえきついのに。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか？まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると、確かにこの文様と同じだね。見間違いじゃないでしょ。ねえ、試してくれる？わかった。これでいいか？多分。ほら、文様が光っ、どうやらフィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすがトレジャーハンターだな。私も球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっとこの先にはホローエリアの秘密があると思う。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も当たり前だろ。一緒に行こう。